これでアーサーとアナザーを完璧にします。ワッツパピン海外中園セケです。みっちゃんです。今回は、うん、アーサーとアナザーの違いね、見ていきたいと思います。やっていきます。 Let's get started。このアザーとアナザーね、まあ俺なんとなく違いとしては有名というか、お有名だけど細かくは分かってないと思う、俺も含めて。そうなんだ。ちょっと改めて聞きたいという感じだけど。オッケーです。使い方が複雑なので、分かりやすくまとめて説明していきます。オッケーです。はい、other も another も、他のとか別にって意味で知ってるんだよね。おお、知ってる。そうだね。他のっていう。そうそう、他の、はい、そうなんだけど、実は、other っていうのは他のものが複数の時に使います。おおおお。でもその他のっていうのが1個しかない時、この別の何かっていう時は another を使う。1個かいっぱい。そう。これだけでも使う意味は違いは。まあ大きく分けてそう。はいはい、めっちゃ簡単やん。そう簡単。でもちょっとね、あの使い方ややこしいので。あ、なんか他にもあるの？そうそうそう。オッケー。別のルールがあるので、はいはい、順番に説明していきます。オッケー。じゃまず other ね。other から。複数のっていう、ね。そうそう、複数の方。で複数だから、other なんとかってこう名詞が続くんだけど、この名詞は複数形になります。あ、複数だからね。Yes. 複数形になりますと。そうそう、例えば、うん、例文で見ると、一緒に洋服見に行ってるとしましょうって言って、ショッピングデート。そう、デートしてて、はいはい、じゃあドレスを見てて、赤いドレス見ました。うん、赤いドレスなんか違うみたいな。言って私が、I don't like red. Do you have other colors? あー、はいはい。って言います。日本語訳で言うと？言うと、ちょっと赤微妙好きじゃない。他の色ない？おー、はいはい、使いやすいね。使いやすいよ、確かに他の色ってのいっぱいあるから。そう、他の色特定の位置じゃなくて他の、まあ、黄色とか黒とかね、青とかね、青とか、青好きやね。青好きだね。青結構着るね。青結構好きだわ。赤似合わなそうやな、なんか何言ってるの。いやいやいや、looks better with blue ね。oh thank you thank you。 looks better って話ですから。 OK、はい、that's good。 でもう一個よくあるフレーズは、はい、any other questions。あ、シンプル、よく聞くやつ。よく聞くよね、これ。質問ありますかって、ね、そう、先生とかがね、はいはいはい、他に質問ありますかで何個あるか分かんないから、質問は。確かに何個も受け付けてるから。そうそう、だから other と複数形の。 Yes。 おー、いいやん。日常生活で使えそうよね。使える、めちゃ使えるよ、めちゃくちゃ、で、ここ実はその続く名詞の話して、まあ、さっきの文だと colors だし、今のだと questions なんだけど、もしこう会話をすでにしてたりして、名詞となるその対象が何かっていうのがお互い分かってる場合は、ones に変えても OK です。どういうこと？お互い分かってるっていうこと？例えばさっきのお店だったら、赤が嫌って言ったら色の話をしてるって分かるじゃん。はいはいはい。だから他の色たちはじゃなくて他のやつはって言い換えられる。あ、なるほど。最初の1回目は例えばレッドを着て、レッド嫌やったから、Do you have other colors って言って、また次黄色着て、黄色着て無理やった時はもうカラーの話言ってるから、 Do you have other ones。 So other ones 一回出てるから。そうそうそう、トピックが。うんうん、なるほどね。はいはい。これはでも人とか全部に言えるの？全部に言えるよ。なるほど。めっちゃ便利。さっきのクエスチョンもそう。Do you have other questions? って、あ、OK、ありがとうございます。Do you have other ones? Do you have other ones? って言っても OK。言うの。お、いいじゃん。これはいいんじゃないですか。Ones。Ones。覚えておいてください。便利。で、ここで another いきます。Another ね。そう。Another も他のって意味なんだけど、さっき言ったみたいに1個だけね。1個だけ。そう。ほうほう。のことを指すので、another の後は単数形の名詞になります。そうだよね。Yes。 まあよく考えると、そう、でこれ面白くて、文によって日本語の訳を変えられるんだよね。どういうこと、どういうこと。ちょっと例文ある。じゃあ例えば、正義が優しくね、私にチョコレートくれました。お、おバレンタインですか。はい、お、もうすぐバレンタインですね、はい、時期です。はい、で、じゃあもらいます。美味しかった。Thanks for the chocolate. Can I have another one? ズーズーし。って言ったら、返せって言うわ。分かったよ。あ、日本語訳どうぞ。あ、はい、行くと、ありがとうチョコレート。もう一個もらっていい？うわ、嫌っすね。いいじゃん、美味しかったからね。嫌っすね。あと10個もあるんだからいいじゃん。いや、他の女の子に。他の女の子に。たまにいるやん、いっぱい作って渡す人たち。そういうやつらか。いや、男やからやったことないけど。まあそんな感じです。はい。そう、ということで、今の場合だと、追加でもう一つ他にないとか、もらえないっていう意味だね、今の。なるほど、他の一つ。うんうんうん。イコールもう一個って感じか。そうそうそう。ああ、ちょっと訳し方変わってくる。そうだね、そうそうそう。なるほどなるほど。だからご飯系とかおかわり系は別のじゃなくて、もう一個って意味になる。なりやすいか。そうだね。まあその数えられるものだったらね。そうだよね。だから、例えば焼き鳥とかね。今食べました。もう一本ちょうだい。で、このもう一本も another one。まあそうだね。こういうおかわり系とかがもう一個って意味だ、ね。そうだね。はいはいはい。別の意味になることもあるの。ああ、そうだね。別の訳、じゃあ例えば、Seike needs another pair of shoes。
Those ones are dirty. は？どういうこと？って言うと、清潔は別の靴が必要。必要。これはちょっと汚い。いや、綺麗やわ。俺、靴のクリーニング出してるもん。嘘？うん、出してる出してる出してる。靴汚くなるの嫌やねん。まあ、確かにね、靴は重宝してる。でも俺なんか歩いてたらさ、こっちだけすり減るんですよ。なんかこっち外だけ外また歩き外だけすり減ってなんかこうどんどん足痛くなってくるね解消法、うん、をあちょっと教えてくださいあちょっとこっちだけそうデコボコが薄くなってきてもうなんかこんなこんなんなんでね靴の裏がこう斜めになるそれでどんどん足痛くなってくるねだから体も悪い、ね、歩き方 どうしたらいいのっていうちょっと別の話ですけど相談なのでしてたら答えてあげてください、はい、ということで Seike needs another pair of shoes そうだよねこっちの場合は別の靴を必要みたいなそうだね別の別の靴が必要だからさっきの例のもう一個チョコレート欲しいみたいな、うんうんうん、追加でチョコレートお願いしますとか、はいはい、俺の焼き鳥追加でみたいな、うんうんうん、とは訳し方は違うけど、うん、まあ予感が意味は同じって感じそうだね意味はもう同じ、ね、別のもう一個のそうだから追加と訳してもまあ差し支えはないぐらい差し支えはないなんだけどちょっと訳し方違うから別にしてますよっていう紹介としてはねそうだね、はい、すごい便利なフレーズもう一個言うと、うん、That's another story Another story、うん、どういう意味これはそれは別の話だうん確か直訳で言うとあれって日本語でも言うよね別の話だそれはまた別の話だからって言うじゃん、はいはいちょっと違うことお前違うこと言ってんねんみたいなそう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 、はい、それは関係ないやろってことかそうそう関係ないやろ今それについて話したくないっていう時に同じように英語でも言うのへえー、That's another story そうだからそれは今のこの話とは違う別の話だから今話す必要はないむしろ話したくないみたいなちょっと喧嘩させてる時に言う感じまっとかねなんかその浮気について話してて、うんうん、浮気プラスなんかこいつ靴臭いみたいな靴口臭い口臭いでいいか口臭いの時にザッとなどする口臭いのは関係ないみたいな今は置いとこうみたいなそう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 いうことでしょそんな感じこれでも使えるね別やもんね複数形じゃないもん、ね、そうですそうですここで実は other にもう一つの使い方があるんです other の方複数形の方のそう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 他のに、うん、もう一個つく使い方もう一個ありますうん何これ other に the をつけるの the そうほうほう the other あ、I U A O の母音だからあ、そうだね the other the other はいはいはい意味が変わるの変わりますおーどういう意味意味は他のすべてになります他のすべてそうさっきと何が違うの other もだって他のでしょそうそうさっきのはただ単の他の今回のは他のもすべてをっていう強調してる、はいはいはいなんか例文は教えてんじゃん OKOK じゃあ私と女友達がなんかこう正規が他の男の子とこう歩いてるの見かけるとします、はい、僕と誰かねそうそうで私の女友達が二人ともかっこいいよね正規特にかっこよくないって話したとします、はい、で私がんー But I think the other guy is cuter あどういう意味これはまあ、でも私はもう一人の男の人の方がかっこいいと思うななるほどねどうやって突っ込んないのこれ、ね、まあまあまあそういうパターンいるよねと、うん、いうことで均衡を保つっていうねそうだね要はそのいやいや三角関係発展しちゃうやんこう行くとそうなのだからあえてみっちゃんは他の人選んでくれたというそのあよくわかったねそう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 いうことやっぱりすごいポジティブさ大事、うん、こういう容器は罪ですからねそうなの、はい、分かってる分かってるはい、軽いな流されてる気がちょっと文に戻ると今回は the other guy か、うん、だから、お礼の話をしてたから別の、ね、県の話をしてましたと the、はいはい、っていうのは、ね、特定の意味だから、うん、今そのみっちゃんが俺たち2人グループの話をしていて、うんうん、でかつ俺の話をして the other って言ってるから県さん県さんって言ってた県だけってことだよね県だけもうオプション2人しかいないからねそうだよねで仮に100人だとして俺のグループがもう特攻隊みたいなで、100人の話と特攻隊の話してましたとして、うん、で、正義かっこいいって言いました、うん、で、the other guys guys になるやん guys だねそうか、一人じゃないから、うん、2人以上は guys になります、はい、で、guys って言う the other guys って言った場合は99人そう、99人の方が正義よりかっこいいと思うなっていうっていう感じになるんだよね特定してるから、はい、で、この the が抜けたらただの other guys 要はこの特攻隊で other guys だけだったらどうなのI think other guys are cuter、うん、って言ったら何人とか特定してないしこのグループの中かも特定してないけどとにかく正義以外の複数の男の人たちの方がかっこいいって言ってる部分あーなるほど Z が特定だからそれがないってことはもう特攻隊の中とか別に関係なくて関係ない俺以外の誰かみたいなそう俺以外の2人以上の男の人 other guys あ S だから、うんあ、なるほどね。のほうがかっこいいって言ってるから、とにかく政権のことかっこよく思ってないんだなみたいなとにかく否定しようとしてるんだよ。じゃあ結構ザが重要やね、やっぱり。重要だね、これは。ザは限定の意味があるから。そうです。
これちょっと皆さん分かったでしょうか。はい、じゃあもう一個例文いきます、はい、でこれも、今の guys の名詞の部分がまあすでに何について話してるか分かってる場合は ones また使います。おおおお、例えばじゃあ2人で小籠包食べに行ってるとします。お、ね、美味しいレストランに、そう美味しいねで、じゃあ小籠包が4つ残ってて、正義がトイレ行きました。トイレ行った。そう、小籠包大好きだから、うん、もう我慢できないって全部食べちゃった。おうおう。で、正義帰ってきて、あれ Where did the other ones go? おお、どういう意味？言ったら、あれ他のやつ全部どこ行ったの？ああ、よく言うやつや。そう。ちゃんとご飯食べに行ったらよくあるかもしれない。うん、かもしれない。よく食べるし。よく食べる。いいことや。はいはい。で、そう。もともとこう小籠包があったところ指さしてるし、大体。はい、4つっていうのは分かってるもんね。そう。まあ大体こう 何のことについて言ってるか分かるから、ワンスって言っても大丈夫。なるほど、小籠包が食べてなかったりとかするから。そう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 。はいはいはい。で、これもともと5つ以上あったってこと？そうです、そう。だからもともと5つ以上あって、なんかお互いバーって食べて、うん、残り4つあった状態で俺がトイレ行って、で食べられたから、残りの4つ、要は the other ones。そう、他の4つ。go、うん。どこ行った？っていうことか。そう、なるほどなるほど。だからもともと4つだけだったらもちろん使われるよね。そう、4つ持っとだけだったら、うん、もうオールやもん。そう、 Where did they all go? そうだよね、もう食べようと思って何も食べてないまま全部食べられたっていう、かなりのイカレ具合ですよ。ここで問題。お、今から言う日本語文の英文をコメント欄までください。クッキーをもう一つください。おい、あげん方がいいっすよ。やめた方がいいっす、すいません。コメント待ってます。この動画でわからないことあればコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。 Alright, this is it for today. Thank you for watching our video. We'll see you tomorrow. Bye, Bye for now.